グローバル化が必ずしも幸福をもたらさないこと、それが多くの人に厳しい現実をもたらす原因を解説します。伝統的には、希少性の管理は、市場と民主主義により実現され、勝者が死に対して意義を持つ社会秩序が維持されてきました。しかし、現代社会では、市場と民主主義の関係が壊れ、貿易が失われ、不安定で自由な生活が生まれています。さらに、この現象は、希少性と市との新たな関係を模索し、宗教への回帰を促しています。また、現状は市場と民主主義の破壊により、社会組織の自由が機能不全となり、世界は危機的状況にあります。法の支配がない市場と影響力が失われつつある民主主義により、技術進歩の下での雇用の破壊と、富の集中が加速し、法の整備がないことで生じる利己主義や、人生の意義の崩壊が増大しています。予想される未来は、2030年には、世界が大混乱に陥る可能性があり、金融や軍事などの多くの面で、破壊的な危機が引き起こされることです。